ユゼフミ・ハウ・ポニャトフスキの紋章ユゼフミ・ハウ・ポニャトフスキは、ポーランド貴族出身のフランスの作曲家、歌手。フランス名は、ジョゼフ・ミシェル・ポニャトフスキ。最後のポーランド国王の老いであるスタニスワフ、ポニャトフスキ公爵の諸子として生まれ、ジュゼッペ・ミケイレル・ウチの名で、喫水のトスカーナ人として育った。1847年、兄のカルロとに、父親の着室子とされ、 トスカーナ大公レオポルド2世よりもんて、ロトンド伯爵に助せられた。ポニャトフスキは、フィレンツェのチェッチェリーニという音楽家の文化で学び、イタリアやフランスの劇場でオペラを執筆、作曲していた。その後、大公レオポルド2世の特命全権大使として、パリに派遣され、1854年には、ナポレオン3世から、フランス帝国原動院員議員の地位と、 フランス国籍を与えられた。妻マティルダ・ペロッティとの間に設けた、一人息子スタニスラスは、シャルルド・モルニー公爵の諸子ルイーズ・ルオンと結婚した。ありがとうございます。